大丈夫？あれ、お水もっとシャワーにしてあげたら、それミストとかになるよ。ミスト、いや、レリーめっちゃかかっとる、レリーに。ほんでミストないやろ。ミストやけど、ミストなんか放射線じゃないか、180度ぐらい出とるから、思いっきりこっちにかかっとるよ。あ、かかりすぎでしょ。はい、量を求めてシリーズ第何弾やこれ。ねえ、ママにすごいかかってる。そんなこと言われてる。水遊び。レリー逃げとる。逃げとるわ。なんかビビっとる。お、これ広がりすぎやろ。じゃあもうちょっと普通のシャワーにしたら。ねえ、あんたの後ろに隠れとるよ。嫌な、怖いみたい。それ水出すぎやわ。そんなんかかったらズボン濡れだわ。むずいな。めっちゃんお水遊び。リオを求めてシリーズお水遊び。あんまり楽しくないみたい。なんか思いっきりかぶり、あ、ペロペロ舐めとるわ。思いっきりかぶりたがる犬もおるけどね。え、ケフだって。あれ、パパあんまりダメみたいよ。うわ、びっちゃびちゃ。あら、はいはい。おしまい。はい、おしまい。びっちゃびちゃじゃん。拭いてあげんなんね。プルプルってしますし、まあ、犬ねんから。プルプルせんね。こうしばらく外におったら乾くんじゃない？ロッキーのようにここで。うん、しばらく外におったら乾くやろ。煮干しします。デリ、フルフルしないの？犬なんやから。はい、おしまい。